あれも駐車場出てきたってことはきっと最大利益が近いんだろう。もうそこまで行ったら歩道があるぞ。でも最大寺、ああ、そうかそうか。それ最大寺って、駅の名前じゃなくて、もともと最大寺ってお寺の名前ですかね。で、秋篠寺。ああ、奈良公園とかも、そっか、そんなに離れてねえんだ。そっから、さらに歩くってなるとちょっとしんどいけどね。なんかフリー切符も取るんやから、全然近鉄電車使えばいいし。そもそも。ああ。時間貸しも増えてきてるし、この辺りのはずなんやけどな。やっぱ、昔に歩いたことあるから、知ってるところに入ってきたらわかると思うんやけど。その先の空気の辺りからになってきたらもう歩いちゃうかな。最大寺北町。ああ、そこにセブンイレブンあるで。ってことは、待てよ。そこにセブンやろ。ってことは、これは渡っといた方がいいな。こっちやな。で、そこがでかく感じやろ。で、ほやで、たぶんそこのセブンが前に立ったとこやな。あ、違う、ああ。そうやな。どっか適当に駐車場止めようと思ったら、空いてるところが見つからんかったで、とりあえずそこのセブンイレブンに逃げ込んで、地図で調べて。下、あのセブンイレブンやね。よし。あれ、何の時だ？あれ、多分ブログネタか。2017年とかそれぐらいの時にブログでやってた。何だったっけ？何のネタの時？あ、そうだ。大和西大寺からなんかぐるっと一周する、あの王子駅とかあの辺りとかのこうぐるぐるぐるっと使ってなんか一周するっていう企画を動画じゃなくてなんかブログかなんかでやってたんだよな、うん、そうだ、そん時だ、懐かしい、むちゃくちゃな曲やつだね、今思うと。そのまま当たったらもう駅前のはずだ。だよな。あれ？違うかな？いや、この、いや、待てよ。セブンがこっち側にある、こっち側にあるってことは、待てよ。いや、いいんだ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 。そうだ、そうだ。このセブンイレブンだ。ツイッターかブログで6年ぐらい前のデータを遡ると多分このセブンイレブンがあるはずだけど、見つけれたら写真貼っけとこう。そうだそうだ、こっちからストーンといったら最大事だ。よし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 、おっと、うん、同じことなんか前もやった気がする。今のおっとってのと意外とこうって言った坂ですからね。さあ、で確かこっちの先に駅が、あるはず。続く、お、電車ギリギリなのかな。お、
チャーシューメン。スタック中。スタック中。チャーシューメンの店。うまそうやな。ええー、な。行けたら行くかな。よいしょ。ホテル。なんか、何やかんや来た。その前に来た時は、なんか、ちょうどそうで、なんか、ラーメン屋さんがオープン初日ですっげえ行列ができとって。それ、ああ、でもその後来てるよな。来てる、来てる。なんか別の企画でも来てるもんな、大和西大寺自体は。動画でも、動画でも取り上げてるはずだよ。なんだったっけ？ああ、それこそ近鉄ターミナルとか、まあ何かしらの近鉄ドラマの企画の時にはちょいちょい来てますもんね。ああ。ハウス。すごいな。そこがカオスですからね。これはね、車で行くとね、ここを車で走った時に、うん、もう車では走らんとこと思った記憶があります。すごいね。うわぁ。そう。ここのところに赤瀬の踏切があるんで、結果、ほんとカオスなことになるね。そうだよ。そこの駐輪場の向こう側に、ああ、そこや。このなんか、メル。モクモクか。そう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 。あそこがオープン日だったんだよな。懐かしい。そうそう、昨日、来てた。さあ、ということで、無事。最大寺駅まで来ました。ここもね、なんかでっかい、うん、宅地開発、ね、再開発の話とかも出てますからね。そう、今はここの地下通路がある。なんか、で、そうそう、あって、お、あと、あ、寸大なんや。でやってきました。近鉄屈指のターミナル駅というかね、ここは。ターミナル駅というか、ジャンクション駅か。トゥクトゥクだ。トゥクトゥクでお部屋探すどういうこと？まあでも狭いとこだから、トゥクトゥクが通るのが、物件、来店行くのに便利ってことか。もう案内がカオスだ。いろんな案内がもう混ざってカオスだ。ああ。それと、地下鉄直通だとダメなのかな？ああ。あ、とりあえず駅も行きましたね。まあ、駅見ればわかるや。よし、とりあえず登って、なんか、駅構内、改札のあたりまで行きましょう。駅前は、あ、でもちょっとロータリーとか、また綺麗になってるもんね。うん。